はい、手巻きタバコの、喫煙動画始めていきたいと思います。今日ね、またいろいろ買ってきましてですね、ドラムのオリジナルとアメリカンスピリットのオーガニックね、と、チェとマックバーレンのアメリカンブレンドと、コルツのメンソールフィル、フィルター？メンソールスリムフィルターと、そしてこのスモーキングのブラウンのペーパーですね。これかなり人気あるんで、買ってみました。あと、ジグザグのホワイトダブルのペーパー。これもまあ、人気ありますね。ので、いろいろ、まあいろいろ買ってみたんですが、アメスピはね、ほら、加湿ストーン付きだったんで、おお、ね、買いました。まあいいや、とりあえずね、吸っていきたいと。最初はドラムから吸おうかな。ドラム。いろいろ買ってしまった。お、リズラ、オレンジの、あれがついてきてる。ペーパー。これはなんか評判がよろしくないみたいな。使わん方で、使わないで捨てた方がいいっていう話は聞いたんですけど。このスモーキングのね、ペーパーがね、60枚入ってて、普通のあの巻き紙ってだいたい50枚ぐらいなんですけど。60枚入ってて100円なんですよね。だから安くて、いいなぁと思って。まあ、それが人気の一つでもある。あ、これ。どっかで嗅いだ香りがするな。なんか懐かしい臭さ。臭さっていうか、臭み？臭い。ドラムのオリジナル。が、ここに書いてありますけど、ダークケンタッキーっていう葉っぱと、ブライトバージニアっていう葉っぱを混ぜてるみたいです。で、あと、ドラムの、ブライトブルーとドラムのメンソールっていうのもあるみたいです。もうこの二つ、全部で三つですかね。ドラムシリーズはね。まあ、ドラムはかなり、確か、世界で一番売れてる、とか、なんとかって聞いたことはあるけど。まあ、かなり人気の高いメーカーですよね。それでは。まあ、なんか、手巻き初心者でも、初心者に持ってこいみたいな。聞きましたね。まあ、未だに吸ったことがないので買ってみました。これ本当に少量でいいんで、こんなに出す必要ないんだけど。うわ、ここのあれにくっつくのが嫌だな。ちょっと酸味があるけど、やっぱバージニアとだいぶ違う香りがします。ダークケンタッキーっていうのが、多分それの香りの由来かな。じゃあ、このスモーキングブラウンで吸っていきたいと思います。茶色の薄いですね。確か無漂白なんでこういう茶色してるんですよね。漂白してるやつは白いペーパーがね。おお。
おお、茶色。いいですね。それじゃあ、釣っていきたいと思います。うん。ああ。ああ、これは、うまい。バージニアの味がね、バージニアに比べるとだいぶね、酸味が弱いんで。てか、ほぼ酸味はないです。バージニアの、ゴールデンバージニアとか、基本的にバージニア系のタバコに、比べると、香りが、酸味があるんでなく、酸味がなくなって、ちょっと、いい香りがする。なんていうか。バージニアはバージニアで良かったんですけど、こっちはこっちで。ああ、いい香り。これはいい香りです。味自体は結構軽い。これは結構軽いですね。味が。バージニアに比べるとかなり軽い感じ。どっちかっていうと味っていうよりも香りの方に重点を置かれてる。てか、ほとんど味がね、あんまり、ほとんど香りで、香りの方に力が入ってて、味が、軽すぎて、ほぼは、味わいが感じられないですね。まあ、いい意味というか、いい意味なのか。軽い。とにかく軽い。これは。ああ、でもこれもいいですね。この香りもね。多分俺初めてじゃないかな。このダークケンタッキーってやつ。これ何ブレンドなんですかね。これがいわゆるアメリカの、アメリカンブレンドとかそういう、あれなのかな。バージニアブレンドとかアメリカンブレンドとかあるでしょ。まあだから今日アメリカンブレンドが未だにちょっと吸ったことなかったんで、マックバーレンのアメリカンブレンドを買ったんです。今までで吸った中で多分か、一番軽いな、これな。これもよく、
全然いいわ、これもううまい。うん。これは軽いの好きな人には、持ってこいよ。ちょっと強めにしてみます。強めに吸っても大して、いわゆるコクっていうか、コクみたいなのが、舌にこう味わいが出るっていうことでもなく、やっぱりほとんどが香りの部分で、舌にこう感じる味っていうのがほとんどないですね。ゴールデンバージニアとはだいぶ真逆の方向性のタバコですね。個人的にちょっと軽すぎるかな。これとゴールデンバージニアブレンドして、吸っても面白いかもね。でもやっぱこのスモーキングブラウン、いいですね。なんかね。まあ俺はあんまり、まあ、あんまり俺もよくわかんない人間ですけど。とりあえず薄いやつ。で、このスモーキングのね、ブラウンじゃなくてマスターっていうのも非常にいいらしくて、これの、いわゆる漂白パターンのやつで、茶色じゃなくて白色のやつなんですけど。まあ、それ売ってなくて、通販で買おうかな。まあ、通販ならメール便でも送れるサイトが、まあ、かなりメジャーなとこでありますからね。これ美味しいな。で、このドラムの、ここにちなみに書いてあるんですけど、どの葉っぱがどれぐらい使われてるか。で、書いてあるんですけど、このオリジナルがダークケンタッキーってやつと、ブライトバージニアってのを1対1で混ぜてるみたいですけど、その、ドラムメンソールは、ダークケンタッキーを使わずに、その代わり、バーレイ&オリジナルっていうのと、ブライトバージニアを1対1で混ぜてみたいです。バーレイか。これも多分、バーレイも俺知らないんで、メンソールもいいかもな。ただちょっとメンソールっていうのは気になるんですよね。結局メンソールだから、普通にメンソールないパターンのメンソールが吸いたいんですけど。
このバーレーとバージニアのブレンドのやつが。まあ、ぶっちゃけた話言っちゃえば、このダークケンタッキーだけのやつと、バーレーだけのやつが一番俺個人的に。バージニアも吸ったんで、今までバージニアは、ドミンゴのバージニアと、ゴールデンバージニア吸ったことありますからね。うん、でもこれうまいわ。さすが世界のドラム。軽いですが、しっかりこの香りが、ね、このいい香りしますわ、これ。さすが。さすが、世界王者だ。さすが世界王者だけある。世界の手巻きタバコの頂点に君臨するだけあるわ。地味にこのさ、この パックさ、ゴールデンバージニアほらあれ、チャックついてたからいいけど。てか、ゴールデンバージニアだけじゃないか、あれ、チャックついてるの。チャックついてるの、いいですよね。これは四つ星、これうまい。これうまい。個人的に、美味しいですね、これは。また。バージニアも美味しいけど、バージニアはかなり味が濃いんですが、こっちは薄い。薄味なんだけど香りが強い。うん。感じでね、また、いいものを買った。ということで、ご視聴ありがとうございました。